はい、ローガン・ラガンズ原宿メモリアル第76回その2。どうもおはようございます。おはようございます。これだって朝の9時ぐらいにアップするんで、はい、本当に皆さんおはようございますの時間帯ですよ。もうアップされたらすぐ見ないぞって方はね、うん、おはようございますですね。ですね。まあ、でもこんばんはの方もいらっしゃいますからね。そうですね、はい。そんなわけで原宿メモリアル第76回その2でございますけれども、ヨシさんはパソコンではどういうことされてますか？プライベート、そのお仕事のありますよね。お仕事っていうか、はい、ネットラジオ関係の、はい、と他に何かやられてることってありますかね？いやー、普通にネットサーフィンじゃないですか。ほう、ツイッターとかやらないんですか？ツイッター？うん、あー、ツイッターもちょっとやるかな。ほう、じゃあツイッター、なんでやり始めたんですか？強引ですね。強引ですよ。もう不器用な男ですからね。はい、ツイッターは今すごいブームなのは皆さんもご存知なんじゃないですか。はいはい、これを今、ね、視聴してくださってる方でも、うん、もうバリバリ使ってるぜっていう人もいれば、うん、なんか聞いたことあるんだけどよくわかんないんだよなっていう人もいれば、うん、はい、やったんだけど面白くないからちょっとやめちゃったとかほったらかしだよっていうね、うん、実はこれが一番多いんじゃないかな。僕それですからね。うん、まあ、携帯電話でもできるし、パソコンもね、うん、種類も問わず、うん、いろんなところからできるから、はい、いろんなところからつぶやけるっていうのがなかなか面白いなと思いますけどね。そもそもなんでつぶやくんだみたいなところから始まっちゃいますけどね。うん、でもアメーバとか、アメーバ、ね、これ、視聴してる方アメーバユーザー多いでしょ。うん、アメーバもありますよね。アメーバナウ、ナウね。ミクシーもありますよね。ミクシー、なんかつぶやきみたいなボイスありますか？ありますよね。似たようなサービスがいっぱいあるからね。はい。でもツイッターがやっぱ一番大きいんじゃないですか。うん。ユーザーの規模というか。まあ、でしょうね。全世界ですからね。うんうん。ツイッターはね、本屋さんに行くとね、はい、今いっぱい売ってます、ツイッターの本。あ、でもなんか僕もこの間見かけたんですけど、ビジネスでツイッターを使う方法みたいな。そうそう、今ね、どこの会社もね、うん、結構ツイッター、あのウェブサイトにね、うん、ツイッター入れてるんですよね。うんうんうん、僕見かけたことありますよ。どうでしょう。なんとか製薬とかが、うん、で、なんとか製薬のツイッター何書いてるのかなって見ると、別にその広告だけではなくて、おはようございますとか言ってるんですよね。うん、そう、例えばさ、はい、僕、私が今ね、はい、iPhone、 フォンはいいですね。これ、ツイッターのソフト入ってます。おいや。これで今ね、ハラメモ収録中とかってつぶやくわけじゃないですか。はいはい。で、まあツイッターあんま詳しくない人からすると、はい、でつぶやいて誰が見るんだって話がまずありますよね。ありますね。はい。ね、うんうん、友達みたいな。うん、まあ、フレンド登録みたいな感じの、うん、まあ、フレンド登録じゃないんですけど、うん、まあ、感覚的にね、例えばそういうのがあって、はい、じゃあそいつらが見るのかって話になるじゃないですか。うんうんうん、じゃあいっぱい友達になると反応してもらえなくてつまんないじゃないですか。うんうん、そうです、その通りでございます。そういう発想がね、ツイッターはダメなんですよ。ダメ。誰かに相手にされたいっていう願望はまず捨てないといけないんです。じゃあどういう気持ちで臨まなくても、どっちかっていうと、はい、人のつぶやきを見てやろうって方が面白いかもしれない。はあ、どいつがどういう頃つぶやいてんだみたいな。そう、そこから始めると面白くなるかもしれない。はい、なるほど。まあ、大して楽しんでない私が言うのもなんなんですけど。例えば芸能人は結構つぶやいてるんですよ。うんうんうん、まあ、有名なとこと広瀬香美さんとか。ああ、ツイッターも。つぶやいてるんですか。つぶやいてるんですか。つぶやいてるんですよ。シローが。その人の、ね、つぶやき見るだけでも結構面白そうでしょ。うんうん、まあ、つぶやきしろだったらなんかね、全然知らない一般の人のつぶやきをずっと見てるよりも、うん、芸能人のつぶやきとか見てるのがちょっと面白いじゃないですか。面白いですよね。面白いこと書いてくれそうだしね。うん、そんな気がしますね。最初はそこからでいいと思います。ほう、なるほど。それでも十分楽しいです。自分はつぶやかないって言って、じゃあ最初の1ヶ月は自分はつぶやかずにおけ、うん、で人のつぶやきをずっと見ろ見ろって、そっちの方が圧倒的にツイッターの使い方としては正しいと思う。へー、自分がなんかいっぱいつぶやかなきゃいけないって気になるでしょう。うんうん、そうじゃなくて人のつぶやきをずっとこう眺めてるのが楽しいです。はあ、じゃあある意味こうウェブサイト的な感じなんですかね、うん、感覚としては。でちょっと慣れてくると、うん、例えば広瀬香美さんのつぶやき見てます、はい、つぶやきしろさんのつぶやき見てます、うん、じゃあ個々人のものを見てるわけで、うん、はいはいはい、そうじゃなくて例えば、そうね、牛丼、うん、
牛丼のことをつぶやいてる人知りたいなと、牛丼って入れると、はい、牛丼でつぶやいてる人がつぶやいて全部出るわけじゃん、ダーッと、ね、そうするとあもう牛丼でつぶやいてることいっぱい書かれてるわけだから楽しくてしょうがないわけですよ、うん、楽しいんですかそれが。だって牛丼のこと知りたいわけだからなるほどね。そうでしょ。例えば AKB48 のこと知りたいと、うんうん、AKB48 と検索したら、うん、AKB48 でつぶやいてることがいっぱい出てくるわけだから、いろんな情報、今渋谷で見たよとかさ、マジでみたいな、それでちょっと嬉しくなっちゃうでしょ。なるほどなるほど。今テレビ出てるよとかね、もう見なくちゃみたいなね、一緒にテレビ見てる人がみんなつぶやくわけですよ。あ今のあのパートであいつへぼった踊りが揃ってねえよとか、なるほどなるほど、そういう実況中継的な感じで、うん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 、一緒にリアルタイムで楽しむこともできる。あなるほど。ただちょっと楽しくなってきた気がするでしょ。来ますね。ね、そういう使い方は本来正しい。なるほど。では今回はツイッター入門編でございました。次回に続くかどうか分かりません。ありがとうございました。はい。